デートっていう感じにはあんまり見えなかったかもしれない。大人を目指してる時に持つものが多いというか、持つものでですね、自分だけデニムは視界が急に華やかになる。サイズ感がちょっとめっちゃ膝見ちゃいましたもん。寒そうと思っちゃった。はじめまして。はじめまして。いやだから服以外のとこやん、もう髪型とかさ髪型歩き方とかさ。あ、大丈夫です。いやいや、服関係ない。正月のやつすいませんありがとうございます。いらないな。すいません。なんか涼しくなってきましたね。そうですね、ちょっと寒いですよね。もし寒かったら。あ、大丈夫です。でですか。はい、大丈夫です。これでもあれ、あのリバーシブルでも買えるやつだから。いや、大丈夫です、全然寒くない。ありがとうございます。あ、あれ、あの何で、お腹すごいびっくりしてる。減ってないですか。でもアソートタイプだから。アソート手にしてない。ちょっとないなって思いました。ゴルフとかやりに行くのかな感はちょっと出ちゃってて、デートっていう感じにはあんまり見えなかったかもしれない。なんかすごい絶妙にダサい。なんか別にいいんですけど、ダサいなみたいな。あえて言わなかったんですけど、ここゴムなんだ。うわー、やだすごいやだ。全てがダメですね。うん、気持ち悪かったです。あ、これ優勝候補ちゃうか。もっと上からしっかりかけるかよな。すごいね、なんであそこで気分いくの。あー、スワシローファーね。嫌なんや、あれ。そう、嫌なんすね。そう、合わせて。そう、なんかこう色の合わせ方も嫌だ。嫌ですね。嫌なんや。青で合わせ、青で。アクセサリーはいつもどういうとこで買ってんの。全然なんか適当に。へ、うん、アクセサリーどこで買う。これはそのお寺とかで。お寺すぎる。怖い。一個でいい。あんまこういうクソンタイプのジュズこんな巻かないし。巻かない。対人関係。怖いね、ジュズいっぱい巻いとる人。そのマスクって。あ、そうそう、これちょっといいやつ。あ、いいやつ。うん。全然違う、入ってくる空気が、純度が。あ、純度が。うん。大事じゃん。でもやっぱスタイリーではいたい。うん、スタイリー。リッシュだよリッシュ。ちょいちょい言葉おかしいんだよっていうのがもう会った瞬間に出てきました。ドラマじゃねえから。全体的にちょっと、あ、自分好きなんだろうなみたいな。中学校の時に頑張った人っていう感じもしません。大人を目指してる時に持つものが多いというか。付き合ったら面倒くさそう。絶対付き合いたくないですね。多分もう会わないです女性から来る。ちょっと待ったよちょっと、1時間前着いたんだ。え、なるほどね。嘘、嘘、嘘、はいはい、おしゃれな人の方が分かってる感じするな。なるほどね。これ嫌だわ。これいるな。いる。これいる。この前のさ、なんかライブ来てくれたじゃん。あの時初めて会ったじゃん、はい、そうですね。あだ名とか決める。せっかくだし今から行くさ。俺秋吉って言うんだけど、なんかよかった名前ちょっと考えて。嫌な会話、なんか言わ。あだ名考え。いや、あだ名の癖強っ。あだ名の癖強くない。強くねえよ、はい、それ言うって決めてたやろ。ラッキー普通だろ別に。売れない歌を歌ってるんだろうなっていう感じがにじみ出てるファッション。パンツの丈。やっぱ七分これね。ピンクも嫌ですね。七分丈デニムはね。靴レープとかに。あーサーモンピンク。ルーフタイム嫌か。いやいやいや。でももう帽子がそれ被ってくるみたいな。ちょっとインナー見せてなかったっすよね。あ、はい。怖い。いやこれすごいね。あ、怒りの T シャツです。やだ。いいじゃん。いるな。いやー、いるな。全然わかんなかった。本当に。うん。何やってるの？俺？まあまあ俺もいろいろやってるよ。まあ、うん、だいぶかましてもらってる、いろんなとこ。あ、そうなんだ。うん。何なら持ってるし、車とかもあるし。あ、そうなんだ。うん。もうかましてもらってるから、いろんなとこ。鎌倉で働いとったら。雑や。うん、ちょっとやんちゃ系ね。これ、来るぞ、多分。何、何？
多分あれだな。そうそうそう。何ですか？タトゥー隠してんねん。そう、入れ墨をね、隠してんのよ。いや、うん。入ってんだよ、結構。あー、そうなんだ。隠すやったら入れるなよ。内緒だよ。内緒？うん。わかった。見せるもんかい。困ってる。ダサい。ダサいね。これダサいやつや。意味とかわかんない。わかんない。意味わからんのか。多い方が一緒。数なんて。あこっちもあるし。あ、そっちもあるな。そっち何？こっち神様。神様。うん。これ。ちっちゃ。え？あー、ハワイ、ハワイの感じだ。ちっちゃ。ハワイの神様。一番意味わからへん。いる神様いっぱいあってもいいと思うんじゃないから。怖いです。あ、怖い。怖いしかないよな。多分頑張ったんだろうなっていう感じはあるんですけど、はい、サングラスはちょっと怖いですね。パンツが中学生でも靴はちょっと大人っぽく頑張った感じが出てたりとか、サイズ感がちょっともう全身ピチピチみたいな、ね、田舎でもなかなかもういないですよね、この感じ。よい、怖い。うわぁ、待って、あ、あ、うわぁ、リアル、赤で揃えてるやん。あ、お願いします。リアルだね。え、なんとも言えない。昨日、あの遅くまですいません。あー、とんでもないです。なんか、昨日、タメ口で喋ってなかった、ほぼ顔見えてる。わかります。でも昨日ちょっとお酒入ってたんで、結構喋れたんですけど、あ、ちょっと熱くなってきた。リアルだな。緊張する。あ、燃え袖だ。 あざと系なんだ。写真はよく、あ、一応モデル目指してて、ね、そう。すごい嫌だ。さすが王者。なんかいるんですよね、絶対街中にどっかにこういう人ね。レベル高い。一番最初気になったのがこのリュックのこのマスコットがもうなんか、この人の全部表してる感じがして、これリュックにマスコットつけちゃうからね。これ罠張ってて、え、呪術廻戦ってなってたら、そっから、え、呪術廻戦見るで家行ってた。なるほど、餌巻いてんねや。やっけ、よちゃん、こいつマジで久しぶり。マジか。あ、え、西村、西村、西村、今の、あ、今の変わんないね。久しぶり。うわ、めっちゃ久しぶり。雰囲気変わったね。あ、そう。うん。っていうか、東京すげえよ。あ、ほんと。全部九州やってるな。これはやってるな。それこそ最近で言ったらさ、うん、これ、始めたの。まあ、東京でしか始められないものっていうか、そう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 。じゃーん。ジャンベっていうの、すごい、初めて見た。バイキングの西村さんも持ってたわ、ジャンベ。西村つながり。マジで見てるんだよ、ちょっと。ちょっと出てきた瞬間、視界が急に華やかになる。うわー、すごい。だいぶやってるな。このマスク浮かないですもんね。周りもすごいから。こんな靴初めて見たと思って。どこに売ってんですか、こういうの。僕もわからないですよ。ごめん、ごめん、お待たせ。あ、いいよ。あ、ごめんね、ちょっと急遽また声かけちゃって。いや、でもやっぱさ、俺らのインフルエンサー業界でさ、なんかいろんな人増えてるからさ、大変なのよ。好きなこと仕事になるっていう。俺ともずっとファッション好きで、なんか発信してなーで見つけたのこのファッションインフルエンサーだったから。これラファエルのオフやろ、これ。ファッションだけで見たら結構いいんじゃないかなと。でもギリギリダサい。ご本人がおしゃれ、普段おしゃれって言われるので嫌だね。でも嫌だね、これは。上手いんですよね。なんか成り立っちゃってるんですよね。鈴木さん的にこだわった部分はどこですか？やっぱこのシャツのサイズ感とインの仕方。いるいるいるって感じですよね。そうなんですよ。いますよね。あと、まあこの黒スケに厚底スニーカー。厚底ですよね、こういう人。これやる人って本当にかっこいいと思ってやってるじゃないですか。なんかそれがすげえなんかダサくてやりたかったんですけど、ちょっとチープすぎたかもしれないですね。帽子好きなんだ。
そうですね、結構かぶりますね。今寒い時期なのでいいかなと思って。これ俺の友達がやってるブランドなんだけど。あ、そうなんだ。なんてブランドですか。これネバーエンド。ネバーエンド、うん、いやでも今日あったけえからさ、結構あれだなと思って。これ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 ね、これね、もう一旦下げられるけど、ね、わかるけど、もうすげえあったけえや、今日マッチョですね。え、もしかしてこれ、うん、お友達のブランドですか。全部そんなことない。あ、そうそうそう、あ、コンツレのコージがやってるやつ、コージさん、うん、へえ。このバックルとかもコージが、ああ、そうなんですね。お店の2周年ですか。すごいいい人だな、伝わってくるんですけどね。気はね、気はいいやつだから。ファッションで見るとね、やっぱちょっと隣に並びにくいというか、最初めっちゃ膝見ちゃいましたもん。寒そうと思っちゃって、あと足の靴の尖り方がもう、やっぱなんか時代が止まってる感じしましたね。絶滅危惧種だからやっぱ。ニューヨーク恋愛市場は毎週火曜23時からアベマで放送中。詳しくは概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、高評価。